これ中学校の時知りたかった。おさっきよりちょっと上手くなってます。本当、うん、さっきよりちょっとこの、うん、この位置に本当下持ってきたことないって思った、うん、でしょ。ない、英語段違いに上手くなりますよ絶対。この画像すごいなんか画像にすごい助けられました、うん、英語のさ教科書とかに載せてほしい。どうも、韓国に住むごく普通の韓国人、ガッチャンです。皆さんお待ちかね、一見韓国語の発音レクチャーかなと思いきや、なんと自然に英語の発音まで改善されてしまうリュウの発音特集でございます。この発音たった一つに慣れてしまうだけでも、日本人の皆さんにとっては驚くべきことに、英語の発音までもがドラマチックに良くなる要素が含まれているというわけですよ。ならば身につけておかない術はないでしょう。しかしご存知の通り、日本語にはない発音なので、真似するのもコツをつかむのもなかなか大変な。この発音、今まで数多くの韓国語講座を覗いてまいりましたものの、私の見た限りではどれもこれも説明の時点ですでに難しすぎる。ピンと来づらい。これだと相当の練習時間を積まない限りは、どうしてもこれをるという風に日本語式のカタカナで発音してしまうのも仕方ない。しかし皆さんへ朗報です。この難解な発音を、2018年のとある日、相手の顔も見えぬ LINE 通話一本で、という間に身につけさせてしまった驚きの瞬間が実在するわけですよ。しかもなんと相手は韓国語の彼女も全く知らないっていうか、韓国に訪れたことすらないごく普通の日本人。ガチャの仲良しのお知り合い H さん。要するに皆さんと何一つ変わらないごく普通の日本人という事実がポイントですね。そんな H さんの舌の上にリュウという発音を、お互いの顔も見ずの通話一本で一発で身につけさせてしまうという、本来ならばありえない試みに成功した瞬間でございます。そればかりか、一瞬でリュウができた H さんがどういったわけか、何もしてないのに英単語の発音まで自然と変化している瞬間までもが見事に収められている貴重な音声なのでございます。百聞は一通話にしかず、あれこれ長ったらしい説明は置いといて、とっとと通話の様子をご覧入れちゃいましょう。おかげさまでかれこれ4年ぶりに公開する運びとなりました。驚異の電話レッスン、リュウヘン、どこどこだのあれ。ちなみに当時の私はこうして生声を披露する前だったので、ガチャの音声はロボットのフィルターがかかっている点あしからず。もしもーし。もしもーし。その声だ。この声です。悪いことした人の声です。今万引きしてきたよね。早く出してカバンの中から。お願いします。はい、お願いします、はい。改造される心の準備はよろしいですか？うん。かしこまりました。よろしくお願いします。はい。早速ですが、画像を一つ送ります。はい、来ました。何かっていうと、さんの住んでいるお国ですね。日本っていう意味です。日本。日本。ちなみに、カタカナではなんて書いてありますか？イルボン。ありがとうございます。え、違う？これ、韓国で通じないんですね。通じないんだ。Google とか Yahoo で検索すると、イルボンって出るんですよ。そのまま。でも、韓国では通じないんですよ。それはどこって話になっちゃうんですね。イルボンって言って、え、どこみたいになっちゃうんだ、はい、なんか、可愛い。アイボンみたいな可愛いところだねって感じになっちゃうんです。理由はこれです。この赤い部分の発音が犯人です。今日の主人公、うん、数字の2みたいなやつあるじゃないですか。うんうん。これ数字の2じゃなくて、リュールって言います。リュール。はい、この発音がクセモノで、日本語では使わない難しい発音トップ3の正体です。で、今回はこの発音を完璧に習得させるパフォーマンスを、さんで行います。お願いします。で、リュールって書いてあるじゃないですか。うん。はい、もうそのリュールって呼んでる時点でリュールじゃないんですよ。ん？うん、そう呼んでる時点でリュールじゃないってくらい、カタカナ表記では表現が不可能な音なんですね。へえ、はい、英語で言う R とか L の発音に近い形の発音で、うん、日本語で表記できないから日本人には説明が難しいんです、うんうん、日本語では使わないんですけど、最も韓国語らしい発音の一つなので、使えるようになるとすごい韓国人っぽくなりますし、でこういう発音って一度身につくと自転車とか水泳と同じで一生役立ちます。おお、はい、ちなみにですが、リュールの発音方法って私ググってみたんですよ。こういう説明文が出てくるんですね。これ読んで理解できるかちょっと読んでみてください。舌先が歯茎と口腔外の境目、あるいは口腔外に少し、口腔外どこ
校郊外初めて聞きますよね。郊外どこ私探してみたんですけど、なんか下の天井の硬い部分が高校外っていうらしいです。私も今回初めて知りました。そっちのが勉強になるわ。下の裏側が外から見えるようにって何言ってるか分かんないですよね。要するに舌先を前歯の裏にくっつけろっていうことなんですが、言わされてもピンとこないんですよね、うん、Google 大先生でさえも役に立たないリュールの発音立たないね今、はい、ちょっとよく分かんなかった。そうだから今から本番です、はい、ガッチャン流のレクチャーを始めます。お願いします。さん、画像を一つ送りますね、はい、これ見てどう感じましたか？痩せてる。ものすごい痩せていますよね。すんごい痩せてる。もうどんな感じに痩せてますか？もうちょっと表現を。ガリガリ。おお、ガリガリですよね。うん、ガリガリじゃないですか。うん、ガリガリだよ。はい、すっごい心を込めて今画像を見ながら私が言った通りに言ってみてください、うん、はい、ガリガリ。ガリガリ。お、いいです。もう一度。ガリガリ。ガリガリ。できました。私この人見てないと言えないよ。その人。だってちょっとやそっとじゃないもんこれ。ガリガリだよこれ。このガリガリの人を探すのに結構苦労したんですけど。これガッチャンじゃないよね。残念なことに私じゃないですね。で、あ、このリの時ね、あのですね、ガリガリって言ってる時の小さなつ言ってるくらいのその時です。要するに舌が上顎についてる感じなんですよ。言ってみてください。ガリで止まってみてください。ガリ、そうそうそう、今の感じガリって言ってる時、ガリ今の感じ、そう、舌どこにあります？舌が口腔外についてますよね。口腔外ね。ガリガリ、そう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 、舌が天井についてますよね。ガリついた、そう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 、ついた。その時のその瞬間がリュールです。これさ、うん、ベロ抜いたいんだけど。その位置で忘れる。ガリガリね。ガリガリで、わかった。小さいつ言ってる時の感じがリュールなんですけど、じゃあ、うん、ちょっとイライラしてみてください。イライラする。あー、いいじゃないですか。もう一回イライラしてください。イライラする。あー、素晴らしい。それがイルボンのイルです。イあ、いいです、いいです。ルじゃないです。ルの代わりに今の感じで、はい、小さいつを言ってる感じでイライラのイまで。じゃあ日本って続けて言ってみましょうか。イーって感覚を覚えてますよね、はい、でそのままボンってつけてみてください。イー言ってみて。まずイライラのイまでです。はい、イルイルイーボン、イーボン、イーボン、はい、イーボン、イライラしてる感じでイーボン、イーボン、そうです。もうスラッと言っちゃってください。はい、イーボン、イーボン、イーボン、わあ、そうです。イーボン、イーボン、はい、イルボン、うん、イーでルはつけないでください。ルは、あ、ルって言わない方がいいんだ。言わないでください。はい、イーボン、イーボン、ボは唇つけるんですけど、んの時に唇はつけずに、あ、んの時に唇をつけちゃうと他の発音になっちゃうので、へ、他の発音になっちゃうんですよ。舌をつけない、うん、ボンドのドン、あ、舌を歯で噛んじゃってください。ボンの時にボン、ボン、あ、そうです、ボン、ボン、はい、それでそれでいいです、それでいいです。イライラしてボンドね、うん、イライラボンドね。めちゃくちゃイライラしてボンドで、はい、お前固めてやろうかみたいな感じで、はい、イユーボンド、イユーボンド、おー、今すっごい良かったです。今本当良かったです。今すごい最強に早くこれを習得してるんですよ。そうなんだ。今かなり一瞬で身につけましたよ。一番最初に読んでる時イルボンって言ってたんですよ。イルボン、でそれが今イライラしてボンドを後ろにくっつけただけでかなり韓国人っぽいイルボンになりました。本当に、はい、すごい、イルボン、あ、今すっすごい韓国人でした今、うん、で驚くべきことに今若干英語の発音も良くなったはずなんですよ。って思いますよね。例えば英語を学ぶとき、うん、一番最初に学ぶ挨拶ありますよね。何ですか？ハロー。ハローですよね。でもさっきの方法でロのところでイライラさせてください。ヘロー。ハロー。あ
Hello. え、来てる？来た？今すごい外人っぽかったです。嘘。もう一回お願いします。本当に？うん。Hello. 若干外人っぽいまではいかなくても日本人っぽくはないじゃないですか。 Hello.、うん、だってここにベロつけたことないよ。日本人が一番できない発音、リュールです。私も偶然発見したんですよ。日本人ってそれ本当に使わないんですけど、使わない使わないって言ってて、うん、痩せてる人見てガリガリだなって言ってる時に、私はこの人言ってるじゃんって偶然気づいちゃって。ガリガリね。そう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 、あれ日本人もリュール使う瞬間あるんだってそこで気づいたんですね、私も。おお、はい、この画像すごい。なんかガリガリぐらいだったらそんなに使わないけど、ガリガリやだったら使う。このリュールの発音は、あのさっきも言いましたが、自転車と泳ぎと一緒で、一度身につけるとかなり一生ものです。おお、素晴らしい。今一生ものを身につけちゃったんですよ。やったやった。数分間でここまでリボンできた人、多分日本人の中で初めてだと思いますよ。やった。だって韓国語を習ったことも教材一つ買ったことないんですよね。何一つない、全然ない。だからさんが韓国語を学習どころか教材一つ買ったことない人だからこそ、すごい説得力のあるパフォーマンスになったわけですよ。ちょっとクリアが早すぎて、うん、むしろピンとこないかもしれない。こんなもんかって。画像にすごい助けられました。はい、ガリガリ保存しておいてください。忘れそうになったから、英語のさ教科書とかに載せてほしい。しかも LINE 通話じゃないですかこれ。私の舌を見せるわけでもなく、うん、あ、確かに言われてみれば先生の口とか見てないもんね。私の口も見ずに今 LINE 通話で。やった、ガリガリ。そう、ガリガリ、イライラ。おー、すごい。 Hello. おさっきよりちょっと上手くなってます。ほんと？うん、さっきよりちょっとこの位置にほんと舌持ってきたことないって思った、うんうん、でしょ。ヘローもでしょ。ない。英語段違いに上手くなりますよ絶対。ちょっと下巻くのかなって思ってたけど、ここまでつけたことはなかった、うん、そう、すごい。一石二鳥三鳥ぐらい素晴らしい。これ中学校の時知りたかった、この発音だよって先生に教えてもらいたかった。中学生がヘローってやってたらかなりなんかちょっとかっこいいですよね。絶対かっこいいよこれ。あの自分の舌でどの位置か分かんないうちに弾いてると聞き取りづらいし、うん、何言ってるか分かんないんですけど、今イリボンとかもうどの位置か完璧に分かってるじゃないですか。あの練習はもうちょっと必要なんですけど、どの位置か分かってて聞くとリュールの発音が聞こえちゃうんですよ、聞き取れちゃうんですよ。うん、あ、でもそしたら楽しくなると思う。絶対楽しくなりますし、うん、上達の速度が他の人と比べて何倍も速いですよ。おー、これは嬉しい。かなりあっという間に身につけてくださったので、今ので私の方法であっという間に日本人が韓国人っぽくリュールを発音できるっていう証明が一つできました。やったー、ありがとうございます。ガリ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 。まあ、本場の R はちょっと全然違うんですけど、まあ、実は私あの本場の R と L の発音も日本人が一発でそれらしくなるコツを持っているので、それは違う機会に英語の R 発音特集もまあ組みたいと思ってます、うん、お楽しみに。はい、お見事。要するにガリガリってこと。まるで小さな巣がもう10個くらいある感じ。ガリガリだとするとちょっと乱暴に考えちゃうと、これだってある種の小さな巣だと見なしてもいいのかもしれませんね。ガリガリなのですから、変化球でエロでもありですね。どちらにせよその時のを今後は記号でこう表記してしまうってわけです。ちなみにこれの呼び名を韓国語ではリュールと呼びますが、もはやリュールの時点でリュールの発音になってない時点でこの呼び名は失格でしょう。特に我々はこれを英語に役立せるつもりですのでね。ですから我々はこれをリュールではなくまんまガリガリと呼んでしまおうと思います。ガリガリ、つまりガリガリの時のの部分だと思えばいいわけです。ガリってことですね。ですから皆さん今後ガッチャン記号でリュウってのが出てきたら、あ、これはガリガリの時のの要領で舌をぐるんと巻いて口の天井にピタッとつける感じだなと思ってくださればいいのです。例えばこの単語ハローじゃなくて、正しい音節分離の位置は
実はこう二女なわけですよ。でこっち側がという一音なんです。このガリガリで表記しました L の発音こそが皆さんも英語でよく耳にする巻き舌っぽい部分ってこと。すなわちガリガリの要領で舌をぐるんと巻いて口の天井にピタッとつける感じ。すると一日の皆さんもやってみましょう。ガリガリのうの部分の感覚です。さあご一緒にガーストップ。ガーで止まっている時に口の天井に舌をピタッとつけてる感じしますよね。ガー、まさにその感覚ですよ。じゃあガをヘに変えてガーじゃなくてヘル、そうそのまま続けますよ。ヘル、そうそのままちょっと早くするとヘル、ほらね、ハローとは明らかに手応えが違うでしょ。天井につける感覚とか言われるとピンと来づらいけど、ガリガリの要領だとすごくわかりやすいはず。こうして見事リュウコとガリガリの発音を皆さんの舌に定着させるだけでも、かなり数多くの英単語の発音がドラマチックに変わる体験を今後とくと身をもって実感されるはず。これぞ私の持つ特許システム、ガッチャン記号を使っての英単語の発音矯正。これこそは今年早々 Android 版のスマホでは一足早くベータ版を先行公開しました英単語アプリ G ボカに内蔵されている原理。ダウンロードされれば皆さんお一人でも各自このシステムで英単語習得の独学ができます上に、私ガッチャンもやはりこのアプリを皆さんに負けぬくらい大いに活用して英単語の発音矯正と最重要な英単語一つ一つに関する役に立つレクチャーを動画にてどんどん作っていくつもりです。まあ、LINE 通話の中でも言及しました通り、これが完全なる英語の L 発音かと言われれば、ものすごく微妙な違いはあるものの、日本人の舌を L に最も寄せられる近道としてはぶっちゃけ、ガリガリに勝るものはないと私は確信しております。故に、きっとこの発音記号は、とても、とても役に立てるだろうと思っております。L というアルファベットをお話しするときっと少なくない方がこれも質問したくなることでしょう。あるわ。いや確かにおそらく大多数の日本人の方々にとっては R くらい気になる発音もないでしょうね。だってこれこそ日本語には本当にない発音なので。しかしぶっちゃけ R に関してはアメリカ式英語のネイティブスピーカーでもない限り、舌なんか巻くことなく小音などで済ませればいい話でして、実際にイギリス式英語の発音でも R なんて大抵そんな感覚なわけです。私、R の発音レクチャーなんて本当に必要なのかどうか少し迷ってみたわけですが、それでもやっぱり英語といえばやっぱり R、かっこよく発音してみたい、ね、ちょっとでも超英語っぽく発音してみたいって方も少なくはないことでしょう。そんな方にとっては R ってのはやっぱり正直どうしても気になる存在じゃないですか。ねよって何よりも私の見た限り、私の知る限り、この R の発音の仕方に関しては私の使っているコツ以上の楽ちな方法を教えてる人を未だに見たことがないなという事実に改めて気づきまして、ならば仕方ない、ならば私の体感する限り最も楽に近づけやすい方法を、私の知る限りおそらく誰も導いてくれなかったドラマチックな R への方法を続きの微妙にて公開したいと思います。あ、でももちろん残念ながら微妙組じゃなくて見れない人でもご心配なく、なぜならば R なんて正確に発音できなくたって超音で済ませても全然 OK という事実を忘れない。しかしそれでもやっぱり R という発音への憧れが強くて、ずっと長いこと R が発音できなくて悩まされていた方にとっては、今回の微妙の内容は間違いなく相当特別なレクチャーとなることでしょう。ご期待。そして YouTube 組の皆様とは、次回 G ボカ完全版の正式な使用方法並びに、それを使って本当に発音矯正ができるのかどうか実際にお見せしたいと思います。どうか次回もお楽しみに。なお現在アプリの細かい手直しを綿密に施している最中です。 Android 版ですでに購入された皆さんは、イラストの表示がもっと大きめになったりなど細かい点が改善されますので、今からストアへ行って改善版へのアップグレード必ず行ってくださいね。そして何よりも iOS こと Apple のスマホを
オリオの皆さんからは、おいまだかまだかとたくさんのお声を頂戴しておりますが、一刻も早く皆さんにお届けしたい歯がゆい気持ちだけは私もやはり相当なものです。もうちょっとだけ待っててください。毎日確実に進めております。でも思ったよりは時間がかかってしまいそうでして、心から申し訳ないことこの上ないですが、でもなんとかこの1ヶ月以内には iOS と Android 版ともに完全リリースさせるべく本当に最善を尽くしておりますゆえ、もう一息だけお待ちいただけると誠に幸いです。本当すいません。というわけで今後は Gボカをフル活用して、今回の動画でご披露したガリガリの記号まで全て使っての正式な発音矯正の特訓を正式に始めてまいりますのでね、今回のガリガリの記号を使うだけでも一体どのレベルまで発音がそれらしくなるのかをぜひともご一緒に体感していってくださればと思います。そして今年ついに Gボカのベータ版をリリースすることで、細かい手直しが必要な部分やら、承認の手続きさの複雑さやら、開発チームとのやり取りの葛藤やら、不具合や改善点への対処やら、予想していた以上に抱えるものが山いっぱいで、私今になって改めてしみじみ痛感してますね。なんか一つの結果を出すには相当の苦難が絶対条件として伴うものだということ。だってほら考えてみるよ、私なんてアプリ一つ出すだけでもこんなヘトヘトなのに、かましてやこのように存在する数多くの偉大なものを生み出すのには一体どれだけの苦難と労力がそこにはあったのだろう。想像もつかない重さを誰かが背負った結果なのだろうなと、世の中の偉大さを実感している今日この頃ですよ。大きな力には大きな責任が伴うというプレッシャーと苦難を必死に耐えながら、世の苦に立っているこの世の全てのありとあらゆるリーダーたちへ心からのリスペクトあるのみです。そんな人たちの支えてきた尊敬するこの世の中で、私もやはりこの社会の一歯車として、この一員としてこの世を去るまでにちょいっとでも役立つものを残せればどれだけ光栄なことか。願わくば私法やチャンネルの動画やこのアプリがどこかでちゃんと役立ちますように、皆さん一人一人のやる気と努力に役立てますように、ひょっとしたらいずれ偉大な何かを成し遂げるであろう誰かへ少しでもお役に立てますように。私の作るこのレクチャーの数々が、これらの動画が、ジーボカが私からの応援です。それではまた、ガチャでした。